それだけこう期待も高くなっているこの若きイングランド代表です。一度戻してティーレマンス、後半になってさあヤムザイ、左足得意、シュート決まった、得意の左足、ベルギーヤムザイ先制、後半の6分、これでベルギーグループ G 首位に立つことになります。これで試合動くんじゃないでしょうかね。これイングランドもそうですね、この点取らないといけないんでね、ここからかなり試合が動くと思いますよ。柔らかく左足を振り抜いてきましたアドラン・ヤルザイ、素晴らしいですね。打つタイミングですよね。しまうとキーパーに読まれるんですよ。ここで振ってるところがですね、キーパーの反応がちょっと遅れるんですよね。好セーブ連発のピックフォードも追えませんでした。今日は勝つことが目標ではないと語ったマルティネス監督は表情変わりませんでした。勝つことが目標ではないって言ってますけど、はい、左足キーパーの展開が落ちるような、本当キーパーのタイミングをですね、うまく外したゴールでしたね。本当足に当たってここに当たっちゃったんですね。バチュアイもルカクに祝福されています。